はい、皆さんこんにちは。エナです。サカです。エリティブログです。最近はドイツの話はよくするけど、はい、一回も話したことないテーマがあって、ドイツで日本の人気のアニメ、日本のサブカルチャー、大体の人がまあそのアニメとかを見てから日本に興味を持つから、うん、まあそもそも何を見てるかという話を今日ちょっとだけしたいな思います。小学生の時にめちゃくちゃ流行ってたのがポケモンだね。おお、ポケモンね、うん、ゲームボーイ、ゲームボーイで黄色と赤と青を、そうそうそう、ポケモンもねやってたり、あとはもちろんテレビで見たり、あとはなんかカードゲームもあったでしょ。あった。あ、ドイツでも人気だったんだ。ドイツでも人気だった。まあ世界的だか、ポケモン、うん、だってポケモン GO がね、あの携帯アプリで、ね、ちょっと前2年3年ぐらい前、あれめっちゃ爆発したね。ドイツで一番人気のポケモンのキャラクターは何なの？ピカチュウじゃないの？やっぱり。まあそっか、サトシとピカチュウ。あのね、ピカチュウ以外の、うん、あのポケモンがドイツの名前は日本の名前と全く違う。あ、違うの？関係ない。マジで？違う。ゼニガメとか知らない？知らない。ヒトカゲとか知らない。あのトカゲみたいなキャラクターいるじゃん。はい、あれがヒトカゲなのよ。あれが、名前忘れた。で、あの青は、青はあのカメね、カメ、うん、あれ日本だとゼニガメなのよ。ああ、そうなの。あれ本当にやってた？ポケモンやってた？え、20年前の話でしょ。まあ確かに。もう覚えてない。あと緑は、緑のやつは覚えてる。日本語で不思議だね。不思議だね。うん、不思議だね。かわいい。別の話だとビザーザーム。ビザーザーム、え、どういう意味なの？あの、訳すと何も訳すことない。あ、そうなんだ、うん、唯一ピカチュウは世界共通のピカチュウなんだ。なんだ、新鮮だったわ、名前が違うんだ。ちなみにあのキャラクターの名前も違うよ。え、サトシじゃないの？違う。なんなの？え、そういうこと。なのでタカとポケモンについて話せない。ポケモンのカードがあったっていう話をやっていたでしょ。で、あのそのポケモンの次にカードで集めてたのが遊戯王のカード。おー、遊戯王カードやったよ。やった。それもね、小学校ぐらい。そうでしょ。遊戯王はなんかよりさ、バトルって感じじゃん。うん、そう、ちゃんとこうお互いと戦えたし、そうそう、あの私は可愛いやつしか集めなかった。めっちゃ弱いやつだ、それ絶対に。遊戯王はね、懐かしいわ。でもあのテレビとかでもアニメがやってた。うん、あ、ちなみにドイツのテレビのアニメが全部ドイツ語。あ、翻訳された上で流れてんだ。次にちょっと話したいのが、うん、ハイジ、アルプスの少女ハイジ。あれはあの本当に小さい時に見て、うん、日本のアニメということはもちろん全然知らなかった。ああ、あれはあのアルプスにやってるから。あ、そっか、ヨーロッパね。絶対にドイツかスイスの番組だと思ってた。意外と日本でしたね。めちゃくちゃショックだったよ。私は日本に来てからそれを知って、あ、18歳とかの時に初めて それが実は日本のアニメだったよみたいなことを。だってキャラクターの名前もさ、って外国語っぽいもんね。ハイジとかクララとかピーターとか。あ、もともとはドイツの名前なんだ。ハイジもペーター、ピーターもクララも。 そっか。じゃあなんで日本が作ったんだろうね。なんで日本がそういう番組を作ったかは分かんない。次に話したいのが、うん、私の大好きな大好きな、うん、セーラームーン。あー、レナが日本を知るきっかけになった。なんかあんまり私の家でテレビを見ることはなかった。私の友達のジェニーの家に行ったら、うん、たまにはテレビを見て、うん、そこでよく一緒にセーラームーンを見てた。じゃあ友達の影響じゃん。そう、友達の影響でセーラームーンが見始めて。それはあなたの初めて見た時にこれは日本のアニメって知った上で見てたの？だってドイツ語で流れてるでしょ、うん、一応多分そこについて全然考えてなかった。ああ、じゃあそれ見た瞬間日本が好きになったってわけではないってことね。ああ、違う違う、なんか後々って感じ。うん、そうそうそう。それでなんかその日本に興味を持ち始めたのが多分その12、うん、
歳とか13歳の時で、うん、友達から、漫画の本とかを買って、はいはいはい、あとその本の漫画をアニメのものとかを見て、うん、あとセーラームーンもなんか字幕がついてるオリジナル日本語のバージョンを見てから、うん、あ、日本語かっこいいな、学びたいなと思った。あ、典型的な日本を好きになる外国人の入り口のところだねそうだね、みんなと一緒、私アニメ漫画で入るっていう、特別じゃない。だから、あのセーラームーンは入り口だったけど、ああ、まあ、多分そのいろんな影響を受けて好きになった、うん、次にちょっとだけ、そこまで好きじゃなかったけどドイツのテレビに一応出てたよ、リストアップをしたいと思います。ナルトとかはやってた。はいはい、もうね、俺は分かんない。ナルトも何他いろいろあると思うけど、俺漫画とかにも全然見ないから全然話についていけない、ドラゴンボールぐらいしか知らない。ドラえもんとか。ドラえもんはちなみにドイツにいない。何よ、あんな日本の大ヒット。そう、ドラえもんとアンパンマンは初めて日本で見た。あ、そうなんだ、意外とだね。いや、わかんない、あんなに変なやつはドイツに売れない。え、でも日本だとすっごい人気じゃん。アンパンマンなんてさどんなちっちゃい子も一回通るじゃん、アンパンマン。そうだよ、怖いよ。日本人のアンパンマン知らない人いないよ。でも顔が食べられてるよ。だってもう濡れると元気なくなるしね。いや、あとジャムおじさんがパンって投げるとさ、顔が吹っ飛んでさ、新しい顔がポンってはまるじゃん。あれ怖いよね、意外と考えるとグロテスクで。あれめっちゃグロテスクで、多分ドイツの人は受け入れてくれない、ま、そこから離れると、うん、今言ってたナルトとドラゴンボールとかも、うん、あと犬夜叉とか、あ、聞いたことあるね、あのワンピースとかも、あ、はい、そういうのがドイツのテレビで普通にやってた。そう、私ドラゴンボールのストーリーとかも好きじゃないし、ああ書き方とかも好きじゃなかったし、ああそうだ、ワンピースもなんかちょっとだけ見てたけど、なんかあんまり、うん、いや私のジャンルじゃないみたいな感じ。まあでも日本だったらめちゃくちゃ有名だけどね、ワンピース、そうだね、ナルト、めちゃくちゃ有名で、ちなみに、うん、コナン。おお、コナンね、名探偵コナン。俺はだって今でもやってるじゃん、今でも土曜日の夕方、そうね、かずーっとやってるよね、俺がちっちゃい時からずーっとやってる、1週間1回。うん、でドイツにも一応見てた。で最後にちょっと話したいのが、うん、ジブリですね。おお、ジブリはね、うん、あれがすごいね、本当に天才的な、こうストーリーテリングもすごいし、あ、アニメーションもすごいし、うん、普通にテレビ、ドイツのテレビでもやってる。ただジブリの映画はわかんない、20個とかもあると思う。もっとあるじゃない。ドイツでだいたい3個から5個ぐらいは一般的に知られている。一番人気のジブリの映画はどれだと思う？もののけ姫、プリンセスもののけ。でも俺一番もののけ姫は好きだけどな。あ、そう、ドイツだと、あ、わかった、はい、隣のトトロ。まあ、多分5位とか、マジで分かんない。千と千尋。おー、大作だね、名作だね。そう、それは普通にドイツの映画館で見た。私、名前なんだっけ、英語の、英語のスピリチュアル。あ、そう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 、ドイツ語だと千尋ロスガイゼンスツァオバラ。千尋出てきた。千と千尋の神隠しを訳したんだね。いや、ちょっと違うけど。でも千と千尋が一番なんだね。あれが一番。で他にもやってるのが、あのお城のやつ。お城のやつ。あ、お城が動くやつ。ハウルの動くお城。あ、はい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 。人気があって、うん、私は見たことない。それが二番目。それが二番目。俺もあんま覚えてないわ。見たけど覚えてない。もののけ姫が二番目で、やっぱりお城のやつは三番目で。で、トトロ、うん、と最後はあのホタルの光、墓、ホタルの墓、ホタルの光って歌やホタルの墓、ああ。めっちゃ悲しいストーリー。そうだね、あれも名作だね。見てないけど。あ、見てないんだ、見た方がいいよ。そうだね、うん、戦争の悲惨さとか悲しさとかも分かるし、
でもね、もののけ姫はやっぱね、世界でも人気なんだね。2番とか、うん、トップ3には入ってくるね。あんなすごいよね。もう20年近く前に作られたじゃん。多分今見てもさ、相当面白いじゃん。そう、なんかあんま時代を超える、なんていうの、そう、全然古臭い感じも多分しないだろうし、あのサンっていう子も可愛いよね、女の子。うん、可愛い。サン。ちょっと怖い。まあ確かに。まあ野生で育ってるからね。狼と一緒に暮らしてんだから。そうだね。いいね、もののけ姫。見たくなってきたわ。これぐらいかな。はい。これぐらいは、はい、一般的なドイツ人がしてる日本のアニメの紹介でした。他にこれはどうでしょうとかがあればコメント欄でぜひ聞いてください。こちらの動画が面白かったならいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人はぜひぜひこちらにボタンがあるのでそれをポチッと押して鐘のやつも押してチャンネル登録者になってください。お願いします。なのでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。